全く意味がありません。トロトラストの場合のこのちょっと小さい数字なんで大きい方は後で見てほしいんですが、これは実際にトロトラストというのは造影剤でして、1890年からドイツで用いられ、1930年頃から日本でも用いられましたが、その後20から30年経つと肝臓がんが 25% から 30% に起こるということが分かってまいりました。最初のが出てくるまで20年というのはなぜかというと、最初にこのトロトラストアルファ線核種なんですが、アルファ線は近隣の細胞を障害します。その時に一番やられるのは P53 という遺伝子です。我々は今ゲノム科学というので人の遺伝子を全部配列していますが、一人の人間と別の人間はだいたい300万箇所違います。ですから人間を同じとしてやるような処理は今日では全く意味がありません。いわゆるパーソナライズドメディスンと言われるやり方で、放射線の内部障害を見るときにも、どの遺伝子がやられてどういうふうな変化が起こっているかということを見ることが原則的な考え方として大事です。トロトラストの場合は第1段階では P53 遺伝子がやられて、それに続く第2、第3の変異が起こるのが20から30年後かかり、そこで肝臓がんや白血病が起こってくるということが証明されております。次に要素131。これは要素はご存知の通り甲状腺に集まりますが、甲状腺への集積は成長期の甲状腺形成期が最も特徴的であり、小児に起こります。しかしながら1991年に最初ウクライナの学者が甲状腺がんが多発しているという時に、日本やアメリカの研究者はネイチャーにこれは因果関係がわからないということを投稿しております。なぜそういったかというと、1986年以前のデータがないから統計学的に優位だということを言えないということです。しかし統計学的に優位ということが分かったのは、先ほども永滝先生からお話がありましたが、20年後です。20年後に何が分かったかというと、86年から起こったピークが消えたために、これは過去のデータがなくても因果関係があるということがエビデンスになった。いわゆるですから、疫学的な証明というのは非常に難しくて、全部の事例が終わるまで大体証明できないです。ですから今我々に求められている子供の守るという観点からは全く違った方法が求められます。そこで今行われているのは、ここには国立のバイオアセイ研究センターという化学物質の効果を見る福島昭二先生という方が、ずっとチェルノブイリの尿路系に集まるものを検討されていました。福島先生たちがウクライナの医師と相談集めて、500例以上のこの前立腺肥大の時に手術をしますと、その膀胱も取れてきます。これを見まして検索したところ、高濃度汚染地区、尿中に6ベクレルパーリッターという微量ですが、その地域では P53 の変異が非常に増えていて、しかもその増殖性の前がん状態、我々から見ますと P38 というマップキラーゼと、それから NF-κB というシグナルが活性化されているんですが、それによる増殖性の膀胱炎というのが必発でありまして、かなりの率にもう上皮内のがんができているということが報告されております。それでこの量に愕然といたしましたのは、福島の母親の母乳から2から13ベクレル7名で検出されているということがすでに報告されていることであります。次のページお願いします。我々アイソトープ総合センターでは現在まで毎週 700km 大体1回4人ずつの署員を派遣しまして、南相馬市の除染に協力しております。南相馬でも起こっていることは全くそうでして、20キロ30キロという分け方が全然意味がなくて、その幼稚園ごとに細かく測っていかないと全然ダメです。それで現在20キロから30キロ圏にバスを立てて1700人の子どもが行っていますが、実際にはその南相馬で中心地区は海側で、学校の7割は比較的線量が低いです。ところが30キロ以内の飯舘村へ近い方の学校にスクールバスで毎日100万円かけて子どもが強制的に移動させられています。このような事態は一刻も早くやめさせてください。今その一番の障害になっているのは、強制避難でないと保障しないと、その参議院のこの前の委員会で、当時の東電の清水社長と海江田経済産業大臣がそういう答弁を行っておりますが、これは分けてください。保障問題と、この線引きの問題と、子供の問題は直ちに分けてください。子供を守るために全力を尽くすことをぜひお願いします。それからもう一つは、現地でやっていますと、除染というのの緊急避難的除染と恒久的除染をはっきり分けて考えていただきたい。緊急避難的除染を我々もかなりやっております。例えばここの図表に出ております、この滑り台の下。滑り台の下はちっちゃい子が手をつくところですが、この滑り台に雨水がザーッと流れてきますと、毎回濃縮します。右側と左側とズレがあって、片側に集まっていますと、平均線量1マイクロのところだと10マイクロ以上の線量が出てきます。それでこういうところの除染は緊急にどんどんやんなくてはいけません。それからこういうさまざまな苔が生えているような雨どいの下、これも実際に子どもが手をついたりしているところなんですが、そういうところは例えばですね、高圧洗浄機を持っていって苔を払うと、この2マイクロシーベルトが 0.5 マイクロシーベルトまでなります。だけれども 0.5 マイクロシーベルト以下にするのは非常に難しいです。それは建物すべて、樹木すべて、地域すべてが汚染されていますと、空間占領として1箇所だけは洗っても全体をやることは非常に難しいです。ですから除染を本当にやるというときに、一体どれくらいの問題がかかり、どれくらいのコストがかかるかということを痛々病の一例で挙げますと、カドミウム汚染地域大体3000ヘクタールなんですが、そのうち1500ヘクタールまで現在除染の国費が8000億円投入されています。もしこの1000倍ということになれば、一体どれほどの国費の投入が必要になるのか。ですから私は4つのことを緊急に提案したいと思います。第1番目に、国策として食品、土壌、水を日本が持っているですね、最新鋭のイメージングやなんかを用いた機器を用いて、もう半導体のイメージ化は簡単です。イメージ化にして流れ作業にして、このシャッとしていってやるということでの最新鋭の機器を投入して抜本的に改善してください。これは今の日本の科学技術力で全く可能です。2番目、緊急に子どもの被爆を減少させるために新しい法律を制定してください。私の現在やっているのは、すべて法律違反です。現在の障害防止法では、各施設で扱える放射線量、各種などは決められています。東大の27のそのいろんなセンターを導入して、現在、南相馬などの支援を行っていますが、多くの施設はセシウムの使用権限なんか得ておりません。車で運搬するのも違反です。しかしながら、お母さんや先生たちに高線量のものを渡してくるわけにはいきませんから、今の東大の除染では、すべてのものをドラム缶に詰めて東京へ持って帰ってきております。受け入れも法律違反、すべて法律違反です。このような状態を放置しているのは国会の責任であります。全国には、例えば国立大学のアイソトープセンターというのは、ゲルマニウムをはじめ、最新鋭の機種を持っているところがたくさんあります。そういうところが手足を縛られたままで、どうやって国民の総力を挙げて子どもが守れるでしょうか。これは国会の完全なる怠慢であります。第3番目、国策として、土壌汚染を除染する技術を民間の力を結集してください。これは例えば東レだとかクリタだとかさまざまな化学メーカー、千代田テクノだとかアトックというような放射線除去メーカー、それから竹中工務店なんかさまざまなところは放射線の除染などに対してさまざまなノウハウを持っています。こういうものを結集して現地に直ちに除染研究センターを作って、実際に何十兆円という国費がかかるのを、今だと利権絡みの公共事業になりかねない企業を私すごく持っております。国の財政事情を考えたら、そんな余裕は一瞬もありません。どうやって除染を本当にやるか。7万人の人が自宅を離れてさまよっているときに、国会は一体何をやっているのですか。以上です。